切れちゃった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 最悪最悪だよ。ちょっとなんか顔変になってるんだけど、なんでかな、なんで、ちょっと今どうなってる自分、ちょっと見よう、自分で自分で自分のルームを見ます。あー切れちゃった最悪。え縦になってるし気持ち悪い、どうしようどうしようどうしようこれはこれで良き、どうなってるのこれ。中坂ツイートしてくれてる、かわいい。どうしようどうしようどうしよう、縦になってる、どうしようねどうやって更新すんだ、汗汗。ちょっとみんな首をかしげるしかないよね、こうなったら。はい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 、おけまるちゃんですよーい。治ったかな、治ったよね多分ね、治りましたかね、よかったよかった。でイさんブログも送ったし大丈夫だよね、やることはやったよね、大丈夫大丈夫。チャラ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 、そうイさんは短冊を見ようとして、短冊が何個いってるかを見ようとして、なんかショールームを開いたらなんかぐるぐるになっちゃいました汗汗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 汗。本当に達成したかイさんは自分の目で確かめる。もうね、菅原さんが今度誕生日プレゼント持ってくるって言ってくれたんですよ。イさんはマジで耳が聞き間違えたかと思いました。え、そんな優しい人いるのって思いましたね、イさんは。はい。え、しかも、ジュースまで買ってくださったんですよ。そんな優しい人この世にいるのかと思ったら、なんと菅原さんは今イさんと同い年なんですよ信じられないですよね、めちゃくちゃ大人っぽい。でもなんかね、最近お話できて、あすごい達成済みになってる、本当だった嘘じゃなかった。じゃなかったです。すごい、もう全部のツイートにね、あのいいねしに行くので、ちょっと待っててください、待っててください。ゼリーありがとうございます。皆さんのおかげでイさんはゼリーをゲッチュしましたので、ゲッチュゲッチュゲッツ。ケーキが美味しかった、ケーキがすごく美味しかった。ケーキをね食べたいです、イさんは。
またケーキを食べたいだから毎日誕生日になってほしいです。でも毎日誕生日になったら毎日年を重ねてしまうからそれはちょっと良くないですねそうフルーツ大福も注文したんですよ。そういえば、はい。なので注文したのでフルーツ大福届いたらまたフルーツ大福配信をします。クマさんがついてるタワーだ、ありがとうございます。フルーツ大福いつが届くの？わかんない。でも2週間ぐらい届くって言ってたから今日から2週間以内とかじゃないかな。やったスクショ、ちょっとどこにあるかな。なんかイサンの画面では真ん中らへんにすごいタワーが集結してます。お誕生日の、お誕生日嬉しい、ありがとうございます。そう生誕祭ぐらいでゲットできるかな。もう楽しみですね。もうイサンすごい甘いもの好きなのでハッピーですね。ありがとうございます。皆さんのおかげでフルーツ大福とフルーツゼリー、フルーツゼリーかな、ね、ゲットできるので皆さん食べ物を恵んでくれてありがとうクマさん書きますね、タワーのお礼。初めて久し、あ、クマなのにちょっとなんかひげが多かったかもしれない。まあいっか。これはちょっとモザイクで、ここはモザイクで。クマのタワーありがとうございます。ちょっとモザイクちゃんとかけて、モザモザ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あー、イさんの誕生日もあと30分で終わってしまうということでですね、終わっちゃいます。悲しいです、悲しいです。けどなんか年を重ねるのは決して悪いことじゃないなと思いました。今日生きてきて、頭皮ワクワクしちゃった、ね、優しい
そう、わざわざツイッターでねリプ送ってくださる先輩、本当にありがとうございます。もうね短冊ね達成したんですよ。なので短冊を集めてる他の方にぜひ投げてくださいという感じでございますね。はい、よければ誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、髪の毛乾きました。あんなにもね、あんなにもびちょりんこだったのに。びちょりんこだった。ふふ達成させていただいて本当に良かったです。ちょっとかお返事を返していかないといけない。ちょこちょこお返事を。そうですね、また1年間ね、また1年間サイン会も楽しみにしてますね。私も楽しみ。カイニャンカード育てました。だってありがとう。誕生日おめでとう。ありがとうございます。なんか本当に誕生日なんですね、キョウイさんは。よかったです、誕生日だったみたい。そう、一応誕生日だったみたいです。コメントが、なんかいい一年になったらいいなってすごい思いますね。なんかいい一年になったらいいなっていうか、いい一年にしたいなってすごく思いました。私はなんかせっかくこんなたくさんの人に見守ってもらって生きてるわけじゃないですか。なんか、せっかくねアイドルになれたんだから、アイドルでいることを楽しまないとなって思いますし、そのなんか
こうやって今こっちで活動できてるのはやっぱり家族とかの支えもあってのことですし、そうなんか、え、ちょっとめっちゃカクカクしてる、大丈夫かな、まだ止まっちゃったりしないかな、めっちゃカクカクしてる、大丈夫かな、どうしよう、いい話してた、いい話し始めたら止まるんだよな、愛さんの、いい話してたら止まっちゃうんだよな、本当にあるあるじゃない、イさん、いい話し始めると止まっちゃう、あ、大丈夫かな、何の話してたっけ、そう、なんか家族の支えがあって今こうやってさ活動できているわけじゃないですか、そう思ったら本当になんか中途半端な気持ちではダメだなっていうふうに思いますし、しっかりしっかりと生きていこうと思います、はい、動いてますか、本当ですか、よかった、インスタの DM だったりツイッターでのタグ付けだったりハッシュタグだったり全部全部目を通してますし、全部全部見るようにしますので、ぜひ、まだ遅くないので、ぜひお祝いメッセージ待ってます、あ、織姫様や、織姫様のクマ、え、めっちゃ近いですよね、これなんか今ね、すごいお皿の上がね、いっぱいね、賑やかになってきましたよ、ピンクのクマさん、もう織姫様ですね、織姫様、インスタの DM も見れます、見てます、返信できないけど、最近っていうかいつも見てます、今日の朝ショールームした時に織姫様と彦星様が出会ったんですよ、で今ちょっと織姫さんが一人で伊さんのところに来たので、多分離婚したんだと思います、離婚してます、多分伊さん笑うとなんかすごい顔がくしゃってなっちゃうんですよね、くしゃって、だからちょっとそれやばいですよね、この顔で止まったらちょっとね、ブサイクだからちょっとダメですね、はい、織姫、ん？織姫様のクマさんタワーありがとうございます、朝結婚して天の川のとこ行ったけど帰ってきた、本当にカクカクしてる、携帯の調子が悪いんごんごって言わない方がいいのかな、なんかカクカクしてるよね、なんでかな、 Wi-Fi、 オイラの Wi-Fi が、オイラの Wi-Fi が悲鳴を上げているみたい、どうやらどうやら、アセ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 アン諸国連合え、そうそうそう、今一日でね、離婚やっぱさ、この時代だからさ、やっぱさ、いろいろあるんだよ、織姫様と彦星様もまたね、1年後とかね、いつかね、もしかしたら復縁できるかもしれないから、伊さんたちはその2人を見守ることしかできないんだよ、
え、よく見える本当ですか。イサンのやつね、めっちゃカクカクしてるんだよね。なんかやだな、やだな、やだな、怖い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 な。ちょっとインスタも投稿したいし、全部日付が変わる前に愛の日付変更戦。そう、多分彦星さんは多分ね、何かに不満で逃げ出したんだと思います。彦星様を見つけた方は、110番通報してください。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はすごい、あのもうね、ヘトヘトなんですよ、イさん実はヘトヘト太郎なんですけど、でもなんかそんなことも忘れるぐらい、ファンの人と喋ってたらそんなことも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 こんなこともあんなこともこんなこともあんなことやこんなことや全部忘れられちゃうぐらい、本当にファンの人と喋ってる時間はすごい楽しいものでございます。はい。カクカクしてるよやっぱり。でもギフトとかがたくさん来ると多分カクカクするのかもしれない、ありがたいことに。ね、髪の毛乾いてきたけど今からまた濡らすんだよね、お風呂だからさ。結局ね、乾かしたり濡らしたり乾かしたり濡らしたりっていう、底辺な感じよ。初見さんお誕生日とありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そう、私はですね、今日何歳になったと思いますか。18歳です、っていうことにしておきます。18歳です。イエイイエイ、18歳です。そう、ラスボスをね、まだ倒してないから、ラスボスを早く倒さないといけない。雨やんだ、ほんと嬉しい。そう、私年齢詐称のプロです、すぐバレちゃうけど、すぐバレる年齢詐称のプロなんで覚えといてください。でもなんか、でも全然なんか自分で言うのもなんですけど、若く見えませんか、私って。若く見えますよね、イさん。ねえねえ、熱かける、イさん若く見えるよね、ねえ。まだ10代に見えますよね。え、私10代ですよね、10代に見えますよね。でも今日谷さんに23歳って言われた、だからね、私は谷さんを29歳って言います。仲良しになりたいと思っているので、イさんはもう、はい、なりたいと思っている。
年下に見えますか？そう、あー星流れ星のギフトありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。すごいスクショしたい、たくさんたくさんある、ありがとう。イさんは菩薩ですか？菩薩様ですか？何ですか？私は菩薩様、菩薩様って何ですか？菩薩様って何？都会の女です、女神です、嫁です、天使です、菩薩様です、イケボです。池田が菩薩だからイケボ。池田はね、皆さんにとって何なんだろうって、特別な存在になれていたらいいなと思いますね。都会の女であることは間違いないです。ちょっとインスタも日付が変わる前に更新したいし、イさんは忙しい。汗汗。お姫様やった。じゃあみんなは、皆さんは私にとっての王子様になってください。そしたらちょうどいいですね。お姫様と、あ、私は織姫様なので、皆さんはあの彦星様になってください。で、女性の方は一緒に一緒に織姫になりましょう。なんか私が最初に SK に入って初めて迎えた誕生日は19歳の誕生日なんですけど、その19歳の誕生日の時はなんかお仕事がなくて実家に帰ったんですよ。で、家族でお祝いして、
って2020年の誕生日、2020年の誕生日は、ちょうどコロナの期間で一人で家にいたら親が来てくれて、だからメンバーに会う誕生日、家族がいない誕生日も今年が初めてで、メンバーにたくさん会えた誕生日も今年が初めてっていうことになるんですよ。だから初めてがいっぱいな誕生日でした。うん、そう、こんなにたくさんメンバーに会ったのは。唇いい色だね。唇はですね、ロム&のジューシーラスティングティント、降臨ソーダ、降臨コルニソーダ、コルニソーダです。コルニソーダです。そう、マイメロの名前シールをね貼ってあります。ご両親の話泣けた？あはは、手紙かな。そう、今年の生誕の手紙はね、一体誰からなんだろうっていうのがイさんのすごい気になりポイントなんですけど、インスタを投稿しました。ギリギリまだ、ギリギリまだ許される。まだ、配信終わったらインスタ見ね。そう、見てください、ぜひ。やばい、誕生日が終わっちゃうよ、あともうちょっとで。やばいやばいやばい。やばいやばい、誕生日が終わっちゃう。よし、投稿しました、投稿しましたよ、投稿しました、投稿しました、2個投稿しました。やっぱいちごのおかげで映えますね、すごく。インスタ映えしてると思いません？いちご映え、いちご映え、いちごで私のインスタが彩られている。いちごで私のインスタがすごく映え、映え太郎になっている。21歳とかマジか、まだ JK でもいけるね、にゃんさん。 JK です、マンジマンジマジさ、授業だるくて本当に早くタピオカ買って帰ろう。これあれですね、 JK の言う言葉ですね。いちごはやっぱり映えますね。
マジで旅をかかって帰るしかないっしょ。JK だからまんじ。やばい、あと3分で誕生日が終わっちゃいますね。なんか言い残したことありますか？ありませんか？そう、 JK なので私は。まんじまんじです。本当にやばい、あと3分しかない。やっぱり3分しかない。あせ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 。あせあせあせ。やばい、あと2分で終わっちゃう。ですね、21歳の一年はやばい、急に喋んなきゃと思い出した。21歳の1年はですね、やっぱりこのコロナ禍になってからすごい自分の選んだ道が正しかったか、すごくめちゃくちゃ考えて、正直やめようと思っていましたけど、気持ちを変えさせてくれたのはやっぱりいつも支えてくれるたくさんの人だなって、家族とかファンの人とかメンバーとか、そういう方のおかげだなって思いました。本当に気持ちはもう頑張ろうって思ってるので、21歳の遺産もどうぞよろしくお願いします。急に本当にギリギリになって喋り出す。ありがとうございました。今日も配信見てくれたり、コメントだったりギフトだったりありがとうございました。もう終わっちゃいますね。はあ、汗汗汗汗やん諸国連合。はい、21歳はたくさん笑える1年に、笑顔のあふれる1年にしていきましょう。ありがとうございました。 SNS フォローお願いします。終わっちゃう終わっちゃう、あせあせ。また明日もショールームします。多分レッスンも頑張ります。おめでとう、ありがとうございます。ありがとう。